五輪の豊かさを実現する言葉。40。宇宙は私の高い幸福に奉仕する。危機物語。宇宙は完全な方法で働き、いつも私の高い幸福に奉仕します。潮流が引いている間、自分が受け取っている贈り物に感謝できればできるほど、ますます早く潮流は戻ってくるでしょう。請求書ではなく、自分が持っている豊かさに焦点を当ててください。忍耐、信頼、愛といったあなたが育てている魂の新しい質を見てください。覚えておいてほしいことは、あなたは自分が焦点を当てるものを創造するということであり、下降のサイクルの後には必ず上昇のサイクルが来るということです。過去にお金に困った時、あなたがそれを切り抜けたことを思い出してください。そのおかげで、あなたの中に強さが育ち、その後の人生が変わったことを理解してください。あなたが過去を眺める時、毎回の引き潮の後で、自分がいかに進歩し、前進したかがわかるはずです。それでは、これからアファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いて、いい気分になっています。吸う息に乗せて、この言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せて、この言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。では、これから68秒間、この言葉に集中しましょう。宇宙は完全な方法で働き、いつも私の高い幸福に奉仕します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 。